こんにちは、次のテーマはウオツキリンです。詳細はページ21から22までと45から57までです。ここにきれいな川があるとして、川の隣に森とか林が立ってるとしましょう。森は日陰を作ってるから、川の水はより涼しいです。そのため、魚が生きていけます。また、木に葉っぱがついてるので、その葉っぱがいつか落ちてしまいます。落ちてしまったら、 微生物とかに分解されて最終的に魚の餌になります。そして他に木にあるとこ、他に木にあるものは虫です。で、その虫はたまに川に落ちてしまいます。落ちてしまったら魚の餌にもなります。普通はこんなサイズじゃなくてもっと小さいサイズですけどね。その虫の量は1日に1平方メートルで 10g ぐらいを占めてます。夏場ですね。 要は非常に大事な餌の源となります。そして木には根があります。こう。もしかしてその根は川に伸びているかもしれないです。マングローブみたいな感じです。そうすると、ここの根の間に魚は卵を置くことができるし、小魚がここで住むことができます。ここで小魚が住むこと、住むっていうことは、もうちょっと大きな魚はその小魚を餌に 使えます。要は、餌の源が3つあります。葉っぱ、小魚と虫です。ここに餌があるっていうことは、ここに餌があって、魚がこっから海まで泳いで、海で大きな魚に食べられて、人間は大きな魚を食べることができるっていうことです。さて、森がないとしましょうか。森がないっていうことは、日陰もないし、落ちてる葉っぱと落ちてる虫もありません。日陰がなくなったから、 太陽が非常に当たってて、だんだん川の温度が上がってしまいますで。川の温度が上がってしまったら、魚が生きていけなくなりますから、消えてしまいます。ここの魚が消えてしまったら、海の魚も少なくな、少なくなると分かっています。つまり、川の魚は海の魚を生み出すっていうことが言えるでしょうね。そういうことは、江戸時代で知られてると記載されています。江戸時代では、木一本、 首一つっていう言葉があって、魚オきキリンの木を切ろうと思ったら殺されました。殺されました。ようです。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。コメントとか質問があればコメント欄に書いてください。この動画の内容のアップデートとかを下の動画の説明に書いておきます。